はい、皆さんこんにちは、崎です。今回は YouTube を休止したいとママに言ったらどんな反応をするのか検証&ドッキリです。はい、ということでですね、かれこれ私は4年間ぐらいずっと YouTube 投稿をやり続けているのですけども、最近まあ高校生になったということでね、環境とかの変化もあってちょっとやっぱそれを利用して、今回はねママにちょっとやめたいんだよねということを伝えてみたいと思います。いや、これは正直ね、どんな反応になるかわかんない。そんな甘い気持ちやってたのみたいな説教パターンもあるし、そうだよね、みたいな聖母パターンもあるので、どっちか本当にわかんないんですけど、 YouTube 目立なんてってことなかったので、どんな反応するか楽しみです。それではどうぞ。よし、あれ、ごめん、取るよ。お待たせしました。寝てんの？取れるよ。寝てんの？取るって言ってたよ、自分。寝るの？寝るのかっつってんの。何分後取れる？待ってよ。なんだよ、これ映ってたじゃん、ずっと。で、洗濯これ終わらしてきたら撮るよ。分かった？ちょっと待って。はい、撮れるよ、終わったよ。ありがとうじゃなくて、今のためじゃないよ。ちょっと待って、もうテストでさ。え？テスト勉強でもなんか眠くなっちゃった。テスト勉強で眠くなっちゃったって、だって今日取るっつってたじゃん。もう全然大丈夫だよね。え？切り替えできてないの？いや、今日取るって言ったけど遅かったから取らないと思ってたわ。遅かったってさ、そんな遅くないよ。30分とかぐらいじゃん。何時に撮るとか言ってたのにさ、準備してたのにさ。いや別にそんなの日常じゃん、なんでそんな。いやだからその30分勉強できたなと思って。知り合いじゃん、知り合いよかったじゃん。だからもう眠くなっちゃったから、もうベッド入っちゃったから動けないよ。じゃあ今日撮んないのね。わかんない。じゃあもう知らないよ、いいよ。今日撮んないのね。いや撮るけど。準備して。それ取れんの？いや、取れない。うん、じゃあ準備してよ。はい。いや怖いですね。私めっちゃ怒ってましたね。さすがに寝転がってたらめちゃめちゃ切れられそうなので、メイクはしたいと思います。ずっと携帯いじって全然メイク進んでない感じにしたいと思います。はいよ。うん、ありがとう。あれ？準備してないじゃん。あ、撮るの？なんかずっとガチャガチャ撮んないと思ってたわ。ガチャガチャ。あんたが化粧してる間に皿洗っちゃおうと思って言ってただけですけど。何もメイク進んでないよ。なんか何分後になんの？ママだってもう時間ないけど。撮らないのねみたいな言ってたからさ、撮るけどさ、撮るんかい。準備してねっていう流れだった。準備してねって言ってたのに、まあなんかあっちでずっとガチャガチャするから、撮んないんだと思って。あんたが撮りたくないだけでしょ。撮るんかい。いや撮りたくないんでしょ。いや撮りたいよ。撮りたいんかい。じゃあ早く用意してくれよ、おかしいだろ。だったらこのメイクやってる時間勉強できたやん。いやそれ意味がわかんない。そのまずさ、撮りますよーってママは30分ぐらい遅れちゃったわけじゃん。その間にメイク終わってないのがまずおかしいし、だから撮んないのかなと思ってメイクしようとしたけど、あ、撮んないんだと思って。意味がわかんない。絶対間に合わないでしょ。やる気なさすぎじゃない。ママがやる気なかったからさ。意味わかんない。ママのせいにしないでよ。
撮りたくないんだったら別にもうしょうがない、言っとくから今週ストックありませんって。こんなんダメでしょ、今週ストックありませんって言っちゃうからね、うん、寝不足なんだよね。寝不足は自分のせいでしょ。いや自分のせいじゃないでしょ。もういいんじゃない、ママはもう撮るんだったら撮ってほしいけど、すぐメイクできるんだったら、うん、そんな感じでなんか無理やりみたいな感じだったらさ、もうなんか活動休止とかしてもいいんじゃないって最近思ってきた。活動休止、うん、やめないけど、まあなんか止めるみたいな、なんかこんな感じだし。こんな感じって自分でしょ。いやそんななんか撮ろうとか無理やり言われてさ、やられても意味がわかんない。なんでだからそんななんか無理に撮っても面白い動画にならないと思うしさ。今日の話でしょそれ。やめたいな。やめたいの、うん、なんでやめたいの。じゃあ理由は、なんかもう疲れた、寝たい時に寝れないし、だけどちょっと休みが欲しいよ。今さら言うそれ。いや別にいいけど、じゃあ理由何、休み欲しいから休みたいみたいな。うん、休みたいんだよねってさ、プライベートの時間を持たせるようにしてるし、放課後だったり何日遊びたいとかいう時は、撮影の予定だったけど、あじゃあいいやその後にすれば、でその前に今撮っちゃおうとかさ、そういう風にしてきてるわけじゃん。うん、だけどまあ撮る回数は変わんないわけじゃん。それもちろんね、もちろんね。だって週4投稿って自分が設定したんだから、うん、週4投稿とかさ無理でしょ。無理でしょって自分が設定したんだ。じゃあ変える、変えるっていうか、もうだから3ヶ月に1回とか遊びたいもん。変わっちゃった、変わっちゃったのはママね。そのせいで友達と遊べないしさ、テスト前1日3本とか4本とか撮る時もあったし。テスト前1日3本4本撮ったことないけど。テスト前のために、テスト前撮らないために。そうそうそう、それはそうよ、うん、それダメ、ダメって。じゃあテスト期間中にやるの、うん、違うよね。違うけどさ、そうだからもうなんかでもこうやってやってきたじゃん、中学校の時からずっと、うん、それで全然余裕だったじゃん。もう余裕じゃなくなっちゃったんだよね。遊び足りない、遊びはいいじゃん。じゃあもう今のじゃ足りないってこと、今の遊びじゃ、うん、十分遊んでると思ってた。そんな高校生で遊んでんじゃないの。感じであんまり言いたくないけど頑張ってるから。友達遊べるね、学校行って部活やってバイトして、あんた遊ぶ友達いる、みんな忙しいのに。逆にあんただけじゃない、暇してんの。どっちを優先するかでしょ、うん、だから遊びを優先したいってことでしょ。うん、うん、じゃあしょうがないんじゃない、正直に言った方がいい。じゃあお酒人気、私高校生になってめちゃめちゃ遊びたいので休止しまーす、3ヶ月1回くらいノリで投稿するかもみたいな言っとけば、そしたら理解してくれるんでしょみんな。それで OK だと思ってるんでしょ。いいんじゃない、じゃあ やりましょう。 今それ取れる、はい、嫌味だよ。何の前触れもなくそんなこと言ってきたら、あなたのために待ってくれてる視聴者さん、そしてあなたのために動いてるスタッフさん、そして家族、そんなのも何も考えずに遊びたいからさ休止したいなんて言ったわけだよ今。それは普通に嫌味も言うでしょ。意味わかんないもん。16歳だからとはいえさ、一足先に社会に出てさ仕事してるわけじゃん。そういうのさずっとやってきて分かってるはずだと思っていたけれども、そんなことも考えられなくなってしまったんだなと思って、逆にそんな気持ちだったらやらなくていいと思う。ギャルになりたいからさ。ギャルになっていいよ全然。だからさ、なんて言うんだろう、ギャルは仕事しないじゃん。ギャル結構しっかりしてんだよね。ギャル結構あんな見た目だけどしっかりしてんだよ。ギャルの遊んでるバージョン、ガチのギャルの方になりたいからさ。全然だろそれ。だからこんなこと言ったら怒られると思ったから言わなかったけどさ、ギャルになりたいんでしょ。そういいよ別に、徐々にじゃあやっていけば、いきなりやめるんじゃなくて、うん、だから今すぐギャルになりたいんだよね。なんならもうなりゃいいじゃん、明日髪染めるとか。意味が分かんない、それと休むと全然違くない。いいじゃん、それで頭おかしくなったんじゃないのマジで。はえ、頭打ったレベルなんだけど、ハルトみたいだよ、なんかシリにしてるとかなんか言ってることがどういうこと、結びつかないんだけど。最初からギャルになりたいから YouTube 休みたいってこと。ギャルになりたいんで YouTube 休みますって言う、そんなこと言えないでしょ。じゃあなんて言うの、考えたままがいいわけ。え、やばいだろそれ、代弁するよ、あんたが横にいて、まあ隣ですみません親としてって、やでしょみんなに謝るよ。やだよそれ。は
ら、ママもギャルになればいいじゃん。羨ましいんだか知らないけど、さっきからさ、ギャルになりたいとか言ってさ。いや、言ってない言ってない。なんか、ママもギャルになりたいみたいな、にじみ出てんだよね。なんか、かわいそうになってくるからさ、ママはギャルになりたいのに、娘だけ勝手にギャルになってずるいみたいな。思ってるの知らないけど、さっきからさ。なればいいじゃん、じゃあ勝手に。ちょっと待って、なりたいって言ってないし。なりたいって言ってないけど、遠回しになりたいって言ってるやん、さっきから。言ってないよ。ギャルになりたいって言ったら、なんか嫉妬か知らんけどさ、なんか寝たんでさ。ママもやればいいじゃん。全然30何歳で、ギャルの人っていっぱいいるよ。いるやばい。部屋とかも表柄にすればいいじゃん。キティちゃんのサンダル履いてさ。なんでなんでってか、こっちは聞きたいけどね。ママが逆になんでギャルになりたいんみたいな。憧れてるんじゃん、みたいな。意味がわかんない。やればいいじゃん。全然さっきはいいよ。娘としては全然いいよ。待って、嘘？何が？こっちのセーフなんだよ。ね、これ嘘？こっちのセーフなんだよ。全然やればいいし。マジで嘘じゃん、これ。嘘でしょ、これ。何が？ね、嘘でしょ。だからギャルになっていいよって言ってるじゃん。だからね、チーズもう、ギャル一回置いといて。これ企画？何が？やめたいって言ってるやん。なんでまた YouTube 撮るの？今撮ってるやん。撮ってんでしょ？撮ってないって。ほんと？気持ち悪い。いや、こっちのセリフね、やめたいって言ってるのに YouTube 撮るわけないやん。気持ち悪い。気持ち悪い。なんで撮るの？そんな。撮らないでしょ。センシティブなこと。センシティブ？センシティブ引っかかるよ、これ。センシティブではないでしょ。しかも撮ってないし。いや、ほんとにありえない。マジかと思った。いや、マジでもう、やだ。早くいいよ。終わって。こんな真剣にさ、言ってんのにさ。てれーん、ドッキリ大成功。騙されてる、騙されてる。やるやん。何やるやん、こいつ。騙されてまーす。本当に趣味、はい、ということでですね、 YouTube はやめません。すごい、すごいっていうかすごくない。変変な構成。うん、下手くそ下手くそ。意味わかんない。だって途中から頭おかしいもん、マジで。自分で言ってること意味わかんないなと思ったけど、最初はそういう思考になっちゃったのかなって思って、うん、優先順位が、うんうんうん、でもそんなわけないよなと思いながら、今日はなんかそういう日なのかなと思って、うんうん、まあ、流そうかなと思ったらさ、うん、なんか結構かたくなになんかしつこいじゃん、撮らないみたいな、うん、この子あんまり反抗してないんですよ、ママに、うんうん、ちょい反抗はあるけど、こんな長いしつこい反抗はしないの。撮ろうよって言われたらすぐ準備するよね。今回すごいなんか本当にだるそうでまあ具合悪いのかなと思ったけど、うん、あ、撮りたくないのかなって一回ちょっと一瞬思っちゃった。そんなわけないですよ。皆さんもちょっと心配しちゃったと思うんですけど、全く違いますからね。おかしいなと思った。そう、まあ、こういうドッキリができてる時点で私はやめたくないってことですね。まあまんまと引っかかってましたね。まんまとは引っかかってない。怒ってた怒ってた。いやいやいや、怒ってはない。怖すぎる怖すぎる。いや全然、流そうとしてただけで、まあなんか言ってんなと思って。ああ、さすがにそんなわけないと思うもん。さすがにね。こんな YouTube 愛があるさ、おさきちゃんがさ、いきなりね。いきなり、そんなわけないと思うよ。さすがにね。うん。うんうん。ただちょっとだけ疑った。本当に。よっぽど楽しいことができちゃったのかな。めっちゃ趣味みたいな。そう。クラブでも行き始めたかなって。やばいと思っちゃった。でもなんか、まあなんか、こんな遊んでる高校生いるみたいな。なんかめっちゃさっきがさ、友達と遊びに行ってみたいな感じになってたけど、そんなに遊びに行ってないからね。そんな遊びに行ってない。だって、みんな忙しいの。遊ぶ友達がいないんだってば。そう。別に。さっきは暇みたいな感じになってるけど、さっきは忙しいですからね。さっきも忙しい。だから、うん。でもなんか遊んでるとかめっちゃ言ってたから、いや、おい、もうこれ師匠じゃねえかよ。じゃあ、遊ぶときはめちゃめちゃ遊んでくるじゃん。じゃあだからそこまで遊んでないくないよなと思って。確かにね、撮影するから遊ばないでなんて言われてないもんね。両立はね、してる方だと思ってたのに、なんかいきなり足りないみたいになっちゃったから、はぁと思って。全然私は充実してますので、心配しないでください。でもちゃんと友達と遊べてるし、テスト勉強もちゃんとできてますので。そうね、仕事もね、そういうペースで入れてるからね、はい、楽しんでます。はい、よかったね。かったすっごい肌綺麗、ママねえ、さっきくすみ、あ、モザイクかかってるか出したそうにしててくさまあでもギャルになりたいっていうのは本当なので、徐々に徐々にギャルになっていきたいと思います。いいよね、ギャルは可愛いから。そうなんでね、お仕事も学校も頑張りたいと思います。遊びもよかったです。はい、心配しないでください。これからも YouTube 活動頑張っていきます。
素晴らしい。今から撮るって言ってましたけど、これ1本分できちゃいましたので。はい。素晴らしい。もう私以上に YouTuber の人いません。いや、まだなんだ。やめて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 。できる子だねー。その誰かの気持ち悪すぎる。ということで、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が良いと思ったら、高評価、チャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。バイバーイ。先に失礼します。モザイクしてるから。